ニーちゃん横柄西さんに所属、しんじゃちゃんの横柄でーす。おはみゃー。というわけで本日は、ゼルダの伝説ブレスオブザワールドオブザワールドをやっていきたいと思います。ゼルダいつもなんか久々やなみたいなんから始まんね。いつもそう。ゼルダはいつもそう。いやでもね、着実に進んではいる。進んではいるはず。いるはず。進んでるはず。とってもワイルドだ。ワイルドだ。はいはい。ちゅうわけで、なんだっけ、鈴木から。あ、なんかめっちゃ対策したんだよね、前回。配信終わった後すげえ探索したんよ。なんか見ていくか。あ、待って、あのさ、音がさプツプツするとかいうやつあるか、ちょっと一旦読み込み直すか。外気あるかな。これでいけるでしょ。よし、いいかな。はい。うっさ、なんでこんなうっさいんだ。うそ。新作の情報出たしな、なんなら。待って、設定でさ、うわ、操作忘れた。音って下げれないの？あ、下げるとかないんだ。あ、ないんだ。こっちで下げるか、じゃあ。あ、そう、なんか無駄にね、ここの松明を全部つけたらどうなるんだろうみたいな好奇心が前あったから、つけて回ったりしてた。マジ言う。意味ないことばっかりね。あと薪集めたりした。薪集めたり、あ、森林をね、破壊してた。めっちゃついてるよ。え、どういう感じだっけ？待って、これが武器。ジャンプ。走る。投げちゃう。弓。あー、はいはいはい。で、こう。なんだっけ。こうか。はい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 。あー、あったあったあった。こうね。パンね。はい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 。はいはい。はい、ほしょったんでしょ。大丈夫大丈夫。で、武器ちょっと調達し、てか、まあ、まず足跡見るか。足跡モード。うわ、もうわかんないよ。もうわかんないよ。何したかな。あ、でもね、覚えてる。この辺は裏で行った。ああ、行った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 。ああ、行った行った。あ、この辺じゃない？すげえ飛んでんな。あ、この辺かいじゃない？なんかさ、前回さ、双子山の写真を探さなかった？ね。行ったり来たりしてさ、ほら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 。あ、これ前回ってことだ。うわ、こっちじゃないとか言って、うわ、全部逆じゃねえみたいなんで話で、あ、ここじゃーみたいなんで、なったわ。ここだわ。ここだわ。で、こっからだ。はい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 。で、こっからか。なんか、なんよう分からんけど、なんか言ってよ。
他で行ったんかな。で、この辺が多分裏だわ。あ、違うわ。塔だわ。で、ここで終わったんか。塔行って終わったわ。え、何これ。え、何してる？あ、で、こっち探索しようっつって、ラネール地方を探索したんですね。で、ラネール探索して、あ、ライネル倒した。なんか、ノリでライネル一体倒した。あの、倒したことあるやつ。で、なんか行って、あ、祠を登録したんだ。で、終わった。うん。祠エネルね。祠エネル。なんかここにね、ちょいちょい両手剣があって。あ、あー、そうそうそう。でね、あの、トトコでした。トイレとか言ってたところ、トトコでした。トトコの底に、なんだっけ、ゾーラの、胴体がね、あったわ、ここ。この辺探索して、なんだっけな。なんだこれ。こんなとこ行ったっけ？ちょ、わかんないしけど。あ、こっち行ったんだ。あ、あー、思い出した。あ、で、ここに祠が見えたから、あの、祠あるやん、ここっつって、ふらふらーっと行って、で、ここにカニがいっぱいいて、ここカニがすごくて、カニがすごかったですよ。で、ご飯のマークつきといて。でね、ここにね、あのね、鳥がいた。カブとか、カブとか。ここがね、ここ鳥いたからね、ちょっとみんなに、なんかやって。で、ここ、あ、そう、ここね、強い武器持ってる人がいた。強そうなやつ。まあ、ぐちゃぐちゃーっと言って、あ、まあ、ここない。ここだだだだだ、ここにね、なんかね、強そうなライネルがいた。でね、ちょっとちょっかいかけたらさ、この、ここまで、すっげー遠距離で、弓の、電撃の弓を、やってきたから、急いで逃げました。なんか紫のライネル？青かな？紫かな？ちょっと強そうなライネルだったか、ここ。うん。白かな？黒かな？なんかね、色付きライネルだった。そ、ちょっかここからね、ちょっかいかけたらと思って、そう。ちょっかいかけたら、すごい勢いで射撃してきて、急いで逃げた。うん。超強かった。青かな？青かな？こういうのぐちゃぐちゃーって言った。うん。パチンコで30万負けた。コンビアじゃねえよ。コンビア捨てる場合じゃなくないか、それ。大丈夫そう？でも鳥話しかけに行きたいんだ。そしたら。30やばー。30負けることあるんだね。30もさ、負ける。もうさ、8番ぐらい負けた時ぐらいにさ、うわ、これちょっとやめてーなってさ、やめてーなって気持ちとさ、いや、もうちょいやったら全部取り返せるかもしれんっていう気持ちがさ、せめぎ合って30までいっちゃったんだよね。ギャンブルってそうなんだ。きっと。きっと、あ、なにここ。あー、ここなんかあったわー。ここですね。よくわからんとこ。わ、夜の12時に来てもたー。何あいつ。めっちゃ踊って、えっ、何そのことするの。強くない、ほんで。ちょっと待って、急にびっくりするやん。ちょっと、最初、ゼルダの最初はいつも操作がおぼつかないから。ちょっと待って。何これ、こういうとこ食べた。もう負けそう、やめて。
思い出して。うわー、バーチ間違えたし、避けるボタン。横か、避けるの。わかった、来いよ来いよ。え、武器弱っ。トゲコンボで、ちょっと待って、ここ痛い、痛くない？イエーイ。かわいそうだったか。どこだ、ここ、ここに行きたいから、この上か。生配信初見、XY のアーカイブようこそ。え、待って、あのね、この牛めっちゃいいよ。こいつめっちゃいいっすよ。あ、まっずい、まっずい人来た。うわー、わー、まずい、まずい。わーわーわー。ストーリーは何もしてない。でもなんか鳥がいたから、ちょっと 鳥に会いに行ってくる。この牛いいんすよ。あがとね、ありがとう。どこだったかな、この星のとこなんだよね。一応リンゴでも食べるか。なんだこの花。ああ、なんかいる。おお、あれ、もう倒れねえの。出れた。初期やからどういうやつか分からないけど、どういうゲームですか。なんか各地に散らばった四天王怪獣を倒して、倒したら一番悪いやつを、一番悪いやつに挑戦できるみたいな。城に行ける。うん、なんか今行ったぞ。いて。あ、なんだ、なんか、コログいる！コログいるから！コログ！コログどこ行った？コログ、コログ。あれ？あ、なんだ、なんだ、コログ、コログ。来たー！よしよし。ああ。もう朝なんだから、火炎なって。もう朝だって。火炎な、火炎な。火炎な。あ、風が吹いているよ。わあ。風だよ。わあ。お、めっちゃ上まで吹いてる。あー、ここ、ここいるかな、まだ。あ、ほら、なんもないやつだった、どうしよう。あ、いた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 。え、なにお前。え、お前、やる、やるやんけ。よし。戦闘もちょっと慣れてきましたね。こいつ、こいつ。初めてだったから、みんなと喋りかけたくてさ。こんにちは。
腰は、腰は鶏肉。このような辺境の地で人とお会いするとは。ん、あなたの腰のものは。すみません、何でもありません。初めてお会いするのに失礼しました。ん、おや、リトゾクを見るのは初めてですか。私はリトゾクの吟遊詩人カッシーワというものです。リトゾクだって。なんかね、族、なんとか族みたいなのも4種類あって、なんかそれぞれがなんか巨大怪獣をおもりしてんだよ。いにしえの歌を求めて旅をしてます。へえ、薬剤を鎮めたと勇者にまつわるいにしえの歌。知らんねえ。いにしえの歌、それは幾多の試練を乗り越え薬剤を鎮めた勇者を称える歌。へえ、聖歌みたいなもんか。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者のいにしえの歌が伝わっているのでしょう。いかがですか、この土地に伝わるいにしえの歌をお聞きになりますか。聞かせてー。へえ、なんだろう。うー、気荒れる大地にて、いい僕だけ風を束ねよう。うー、ガラス預かりし翼を広げ、輝く地に降り立つ時。吹き荒れる風の大地とはここのことでしょうか。王から授かりし翼とは何のことでしょうね。きっと私には思いもやらない秘密が隠されているのでしょう。ではあなたの旅路に光がありますように。別に何もなかった。何すんだろう。祠が現れたり現れなかったりするのかな。うわ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 、風すごいんだけど。風すごいっすね。そんな上がらない。もっと上がるかと思ったらもっと上がるかと思ったらそんな上がんないやつ。なんかあるぞ。ほら、機能ありましたね。上昇気流みたいなんか生まれたけど、はい、あ、ここほら見て、カニがね、カニもーらい、カニもーらい、カニもーらい、ほらほらほら、カニ屋さんなのここ。カニ、カニすごいね、カニね。何なんだろう、ここ。あ、ここもあるの。あ、ミスった。あー、投げちゃった。おぜ？おぜ？なんだ、ここは。
この意味深な石ね、コログの儀式だったわ。キュアレン、なんかあそこに降り立てとは書いていたけど、雨降ってきた。これ今できるのかな。雨が岩肌が濡れて。スタートはそこっぽいな。そう言って。ああ行って、こう行って、ここがようわからんな。ここが、こう行って、ここがわかんないな。あったあった。え？ここに岩がある。なうわ、どうやって、あ、なんだこのムービーなんだこの謎ムービー。おーおー、あれもういいのか、こりゃ。風さん、あ、滑る、よくできてる。ああもうなんで雨降るのこんな時にさ。ウィースイー、来た。もう入れんのかな。入れないっぽい。やっぱスタートから行かないとか。風邪ひいちゃうよ。なんなんこの柏さんは。こんな甘くない、こんな甘くないか。じゃあここね、スタートもう一回聞くか。あ、もう一回聞かせて。吹き荒れる大地にて弱くたき風を束ねよ。束ねた、束ねたよ。王から授かりし翼を広げ。あ、パラセールが王からもらってった。輝く地に降り立つ時、勇者の試練が姿を現す。なるほど。はいはいはい。束ねましたと。じゃあ、こっから行きますか。まっずい。なんか、ミスなしで行かないといけないとかありますよ。わーい。わい、え、一回降りちゃったけど、ええかな。ええやろ。まずい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 、全然降りちゃうけど。え、こっから行けばいいよな。え、ダメ？降り立てばいい？ちょっと上から行こう。いけるか。岩肌すべすべ、まんじゅうガニ。いけるか。これ。いけるか。あ。おまけしてくれへんか。
してくれ。引く、引くって、引くって、高さが。雨やんだ、雨やんだ、雨やんだ。お、おー、こうやって、ほい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 。あー、ちょっとこれやっぱ高さがいるよね。ここからよ、やはり始まりの風、いきます。はい、おー、飛んだー、飛んだー。ど、ど、はい、どうや、あ、いけた、おー、すげえ、ここらが埋蔵金が、おー、今日初のここら行ってみますか。来た来た、デリレリレリレリ、イエーイ、今日初ボコラ、ショタ、ショタのほこら、ショタのほこら来た。ショタの祠だって、ショタいんのかな。ショタの、ショタいんのかな。ゼルダってショタ概念あんだ。スキンディス、ありがとうございます。ゆっくりしてってね。あれかな、新域とかからかな。今日よくいるな。ありがたい、ありがたーい。え、宝箱目の前にありますやん。来た、我はショタ、我はショタ。自己紹介でショタって言う人初めて見ました。いただいていいっすか、ありがとうっす。イエーイ、え。ですね、その武器さ、もう一個持ってて、実は。またもらった。あ、そっか、ここまでが試練なんか。2個塗っちゃった。あ、見て、三つ戻りザルフブーブル、いいでしょ、これ。これね、あの、ピンさせたとこ拾ったの、これ。グリーション、だいぶ強いぞ、なんか武器は。縦は弱い。縦は弱い。うん、これもうないの？あ、宝箱ついてる、もう終わりだじゃん。リザルブーメランってさ、片手剣だからいいよね。いや、思った。なんか、両手剣強いのいっぱいあるけど、片手剣で攻撃力強いのがめっちゃ使いやすいなって思いました。ちょっと優しい。我はショタ。我はショタ。これがショタ。ジジイじゃないか。クレーム来てます。クレーム来てますけど大丈夫そう？やっぱ自分でね、言うもんじゃないよね。今日ショタじゃないって。クレームも来てますけど、大丈夫そう？ショタジジイ、ショタジジイとかいう概念さ、聞いたことないわ。ロリババアはあるけど、ショタジジイはないな。ショタジジイってあんの？イエーイ、ここ。え、めっちゃおもろかったな。ここにね、ここか、ここ多分水俣だと思う。そして、僕が目指しているのはどこでしたっけ？なんかこっちにね、飛行船があんのよ。で、こっち、こっちに行きたいんだよね。一回遠行こうか。
うずきくん。うずき先輩ね、ゲームルで。そっか、ショタジジイか。うん。でもなんか自分の、うずき先輩の雑談で言ってたけど、なんで最後のランニングマシンのやつは、作られたジジイだっつって。番組のために、ジジイしてくれたから、あれ。義務ジジイしてくれたから。そう。なんか思ったよりランニングマシンがやっぱ危ないから、そんな早くできなくて。ちょっとね、あんまジジイ出なかったから。やっぱこれジジイした方がいいっすかって言ってくれて、番組の人が、じゃあそうっすね、みたいな感じで、ジジイになってもらった。ビジネスジジイしてもらって。優しいねファンサジジイしてくる。ファンサジジイやだな。いや、求めてたからね、ジジイを。なんだっけ、ここ大変なとこだったね。そういえば。大変なんだった。うん。これ言ってたんよね、うずき先輩が。番組の人に許可はもらってないけどね。うん。まあいいでしょう。うわ、鳥人間いらない、いらない。え、何すんばっけ？飛行船どこ？あ、そうだ、あそこ雷なんだった。飛行船が？うわ、あっちに塔ある。飛行船、わかんなくなっちゃった。何あれ？何この、ゴンとゴンのお父さんが待ち合わせしてる一本杉みたいなの立ってる。何あれ？ゴン、ゴン来るこれ。ゴン来ちゃうんじゃない？大丈夫？あっち、え？なんかいない？え？なんか、トカゲみたいな。なんかトカゲみたいなやない？ゴキブロスいない？ここに。ゴキブロスいない？ポケモンみたいになってるけど。これが本当の？戦いたくないよ、あいつと。やばー。あいつゾウさんだな。光線どこ行っちゃったんだろう。ヒードラおるなー。わー、わかんなくなっちゃったよー。めっちゃ不自然なんだけど。何あれ？なんか画質を悪くね？行ってみよう。あ、気のせいだったわ。なんかこのタケノコみたいな方行くか。タケノコニョッキニョッキしてるの行くか。なんだここは。なんだー、なんだ。夕焼けだー。夕方なの。あ、あいつなんか手だれっぽいぞ。あ、何？あ、人と戦ってる。大丈夫ですか？オン、どこ？こういうのって。ミヌハデシヤズメ。うわ、なんか偉そうなやつだな。え？倒せそうじゃね？マイカゴリランは。あんよ、倒しといたよ。チャビー。これを取っといてくれ。え、なにこりゃ。キルトンの桃の研究。キルトンって桃の研究してんだ。桃のやキルトンってやつが作った薬だ。料理に混ぜるとグッと旨味が増すんだ。へぇー。
異常なまでに魔物に興味を持っていて怪しい研究をしているらしい。その魔物エキスの他にも珍しいものを作っているという噂もある。へえ。ドクロの形をした池というところまでは月アッカヤ地方。へえ。まあそのためのね地図ですよね。アッカレ地方ってなんじゃ？あ、書いてない。アッカレ地方、アッカレ地方、アッカレ地方、アッカレは、アッカレないね。へえ。アッカレないな。やっぱ徒歩しかないのか。なんかさ、馬さ意外と登れんくて結局徒歩で行っちゃうんだよな。そうか、塔登らんといけんのか。まだもうちょい。なにこの木、怪しい木があります。怪しい木が。あるねー。あ、これ、わかったんだよな。なんかね、同じにしたらいいんじゃないかっていう。どうせね、どうせコログ。この上を取るのむずいな。上取るのむずない？おいー、ナス！身ばっかりたまるで。ちょっといいことありそう。またねー。どんぐり。なんだ今の鳥の声。なにこの穴、不自然やな。不自然な穴が。うわあ、石がある。ちょっと見なかったことにしよっかな。くせー、気のくせー。なんかやってる。なんか怖いことしてる人たちいない？寝ろ寝ろ。え？雷ですか？え？え？え？これはチリチリしだしたぞ。一旦一旦でも寝たいな。ちょっと寝る。夜嫌い、夜嫌い。バリ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 、静電気か。より良くないよね。逃亡逃亡。うちらには最強の、最強の道具があるんよ。寝ます。と。ここもここだと。わーい。
なんかすぐ夜になっちゃうね、ゼルダって。夜の時間長すぎん？マイクラ並みに寝るで。あ、やあ、ここでね、めちゃめちゃ木切り倒した。やってる、大将。あやのゼルダだいぶスローライフより。どうしよう、何？お、うわー、いいや。やあるかなー。やあを買って。さあさあ、ハイラル旅行。あ、もうないんだ。オッケー、まだな。朝にします。え、クジラ。僕は巨大クジラは氷河期の到来により絶滅したと考えているんだ。僕は巨大クジラは火山の大噴火により絶滅したと信じている。僕は巨大クジラは世界の砂漠化による水不足で絶滅したと思っている。クジラ？巨大クジラ？巨大クジラの骨が眠るという場所が見つからず空論ばかり顔している。うわ、わかんねー、覚えられん。覚えられんが、一部でいいから詳細な絵。頭の部分、頭の部分の写真を撮ってきてって。えぇ、ー、300? しょっぱ。3000用意しろ。3000用意しろ。おかしいだろ、300だなんて。カタカナ送って覚えれない。犬、犬、え、お、うん、あんたさ、いや、お、うん、オルナー山を越えた先に昼でも暗い遺跡があるわよ。へえー、うわ、なんか口説かれた。オルナー山、へえー、あ、塔を探すか。塔に向かうか。はい、塔から塔へ。塔から塔へ行くべき。犬が尻尾くわえてた。でも良くないらしいね。自分の尻尾を追いかけちゃう癖みたいなの。あんま良くない。地図ね。やっぱ、塔よ。塔から始まり、塔に終わる。我々は塔を、制するもの、あそこにもあるな。そうな。で、行きたいのは、あっちか。うわ。あれか？ちょっと遠いか？金寄ってみるか。あっちもある。ピンが、はい。で、マップを見て、あー、あれ、こっち側のピンゴの間は、じゃああっちか。あ、なんか近そうだね。こっちから行こう。ここ。雷が嫌なんよねー。雷がさー。今のピン？わかんない。まあ、ピンは大丈夫ですよ。ピンはね、ほこらと塔にしか打ってないから大丈夫だよ。なんなんだろう、この緑の。何のピンか忘れるやつね。
なんか生えてるぞ。なんだ？珍しい植物か？うわ、届くかな。ちょっとキモいね、これね。わかるよ、その気持ち。あ、ゴーゴースミレ。へぇー。あ、これ写真撮った方が、あ、写真撮った方がいいやつだよ。ひらめいちゃった。おぉー、おぉー、よしよし。ピンクのピンに向かいまーす。うわあ！ちょっと硬いな。見て見て。おお。ああ、チュチュゼリーが転がるんじゃ。んで？こっちか？なんなんこの小いる。うわあ、転ぐやー。転がる。転がるなー。ん？ん？なんか変な音がする。寝とるね。もうちょい、もうちょい。あー、届かない。登んないとか。なんだ。なんかいいもん持ってなさそうなのでスルーとさせてください。わっせ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 。これ塗りたい。あ、もうなぜ。あー、痛い。もういいです。いいです、もう別に。なんか骨っぽいの見えるけど、骨ではないか。なんでこんな鳥多いの？なんか、え？待って、取ってまず。
取って満足してた。宝もあるってことは宿屋か。いいね。あ、塔もある。塔も近い。え、宿屋の頭竜なんだ。え、何あの形。え、あ、風車みたいのある。町か。なんだここ。あ、あ、飛行船だ。そう、ここに来たかったの。わあ、風車がいっぱいある。そうよそうよ。ねえ、ここに来たかったんです。なんこれ、トカゲとあれでできますよって。お、いただいていくぜ。ポカポカの実たまるな。大妖精様、はいはいはい。案外ごとしてて。大妖精様、君を知ってるね。ほら昔は、あ、大妖精の泉どっかで見たぞ。なんか別の2個目のね、泉がね、おっとんばけわかんなかった。タバンタ大橋の先に出現した塔の上から昼過ぎに日が影を落とす方角を眺めてると。昼過ぎに日が影を落とす方、はい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 、あー、行ってきます。どうぞ。え、先払いされちゃった。ありがてえ。もう2個目、え、どっかあったんだけど忘れちゃった。なん、どっかにあった。うわ、どこだっけ。おい、雨やないか。雨は嫌いです。持ち逃げしちゃおうかな。確かにクジラよりこっちの方が高いやんけ。持ち逃げしちゃおうかな。な、ん？なんだこの木。どうしよっかにゃん。ダバンタ大橋。今にも崩れそうな橋ですね。今度なんか下にもでも道あるからさ。待って。この近くに祠。祠を登録だけしたいな。これどこだ？下か？こりゃ。こら、こら。こら。あ、あったー！足元ばかり見ていました。足元しか見てなかった。ついでだから。攻略しちゃおーっと。よいしょ。バイバイ。バイバイ。そう、宿屋の近くには、祠がある。覚えた。ピランピランなってるのは、近くに祠があるよっていう音らしい。なんか、祠センサーみたいな。なんか、指定したもののセンサーになるらしい。行っちゃおう。行ったおう。ズン。修補。ああ、あれね。蹄のやつね。ズン、謎解き。ほな、行ってきます。みんな気をつけてね。見てて。あのこと見てて。シャオよ。狙うは刹那。瞬間ってこと？マグネチック。マグネチック貼りまーす。なんか動かせそうだけど、これなんなんなん？マグネチック。
ふむ。はい。はい。遊んでます。遊んでます。なんか。で、任せろ。わ、ハンマーねえよ。ハンマー忘れたー。まあ、コンボで一回。これかなぁ、でも。やれることなさすぎない？待て待て待て、こっから届くのか、まさか。あー、ポテト、おー、やったー。そうじゃない、そうじゃない。
こっち行くのか？違うな。ん？全てを解決するんだ。ちょっと考えさせて。爆発か？うわ、あんまないのよな、爆発。こっちかな？10本ください。はやぶさの弓。自他族の名工が作り上げた洗練されている美空の戦いに、イーデリ他族が好んで使っている一般的な弓で素早く引き出す。強そう。強そうだね。早く引き絞れるんだった。そんな重要な、てかここの辺はリト族の領地か。希少希少そう希少そうって言ってないなんかでもすぐ希少いって言っちゃうな。あんまよく希少いって結構傷つくもんね。希少いとかキモいとか言わないようにしよう今年は。
言われたら傷つくよな。あんま言わないようにしようかなと思っている。いや。え、傷つくくない？いやいや、言わんけど。待って、待って、弾めっちゃ溜まってる。何あげる？スタミナ？体力上げとく？いや、体力上げるのちょっとだるけどね。スタミナでも上げようかしら。で、これで、だから、実家に帰ろう。実家に帰って、帰って、どっちにしよう。一個体力で一個スタミナにしようかな。体力いるかな？いるか。いるか、さすがに。6個。待って、料理が変わっちゃうんだよね。あ、いるか。実家ー。実家、ただいまー。よしよし、一旦頑張りを増やして、わーやだます。わいパラパレン。お、まあ1個ぐらい増やしてもええか。6か。いいじゃないか。まあ、祠なんてなんぼでもありますからね。わーい。わーい。敵も強くなってくるからな。これで。料理はどんなきゃ。料理結構あるな。よし。な、戻りますか。あ、今どこ行った？ここ？ここか。で、橋渡るんだ。橋渡る。よいしょ。さあ、最悪ね、振り直せるから。悪魔みたいな人。デビデビ。デビデビゼルダに。飛行艇、飛行艇、お楽しみだな。でもまだ入れないだろうな。そんなすぐ入らせてくれるほど甘くはない。ゼルダのさ、そう、さっき話したけど、何そのおじさん。おや？聡明？まあね。聡明っていいな。今年は聡明を掲げて、聡明さを掲げていきたい。ああ。壁面の一部が人工的な机に見えるなぁと眺めていたんだ。聡明、近くに行って確かめたいものだ。全然普通に自然に見えるけど。全然自然に見えるけどな。透明っていいな。あ、薪だ。薪、いただき。じゃん。誰？教えてやれる場所？なんだ？あー、うん、近くない？ここ。古代石柱群。パパント橋を渡ると南に大きな崖がある。その上にある石だ。へえ、だって、うん、よし、カブトムシ大好き。じゃあ雨やって、雨嫌や。雨は嫌。雨は嫌。これさ、何回もさ、寝てたらさ、赤い月が来るとかある？こういう、赤い月ってどの周期で来るのかわかんないけど、寝まくったらすぐ赤い月が来たりする？そんなことはない。プレイ時間なのかな？でもそれだと寝まくるよな。あっ！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 危ない危ない！今
がめっちゃ足踏み外した。あ、リアル時間なんだ。あのねー、焚き火屋の時間、行間やる時間が、普通にプレイしてる総時間みたいな。なんかやばいやついない？こんにちは、玉宮心って言います。あいつ何マジで、どっか行ったし。おお、こんにちは。いて、ん？なんだ？なんか、モテる？あ、違う。モテだって。ずいぶんとブヨブヨしてますね。びっくりした。何しよっかな。あ、普通の回復があんまないな。この辺か。こちら4つ。何なんだろう、あの人は。え？え？あ、でも風がある。風が。でも上昇気流なかった？琥珀。あれ上に乗れたらめっちゃいいのにな。ちょっと一旦登山するわ。上に乗ったらさ、勝てそう。多分ビーム打ってくるな、あの顔は。そうだ。登山。ね、ビーム打つ顔してるよな。いや、上に乗るのが弱いと見た。ああいう機械文明がね、ちょろちょろいるんだろうな。マッチ。犬だ！かわいい！え、襲ってくんのマジ？こんなにかわいいのに？やめとけ。あー！ドラゴンだ！飛行船もある。ボウもある。ねえ、みんな見て！ドラゴンがいる。あいつどこ行くんだろう。何？お、宝箱あるで。乗っちゃおう。あ、乗れない。なんか1500もあるんですけど。オパールだ。喧嘩売ろう。あ、乗れない。やっべ。
そういう感じね。ビームチャレンジしよっかな。上だからきついのかな。おーい、おーい、わっ、できた。いけるのかな。上からやな。下からだときっつい。注目ができやん。帰ろう。帰ろう。上に向かって注目がなんか角度がきつかったの今。やっぱ上に登って。あ、ここらある。ここらがあっちか。あっち、うるせえなよ。あ、ミーファー、イカシンなんか、俺俺、ミーファー、おら、イカシンなんか。左に登りたいけど、体力持つかな。この橋壊れそうだね。いや、怖くない。こういうのは壊れない、壊れない。壊れるわけない。ああ、壊れるわけないじゃないですか。そんなこと言って。いやいやいや。壊れるはずないじゃないですか。まったく。ミファ。ミファって言っちゃう。あ、登れるかな。おお、おお、すごい。チュチュゼリーって何に使うんだ。いまだにチュチュゼリーの使い方がわからない勇者ここにおる。あ、風が。おっと、おぶねー、まさにギリギリ。よいしょ。風が。あ、これぐらいならいけそうだな。あ、怪しくなっていた。やっぱあの岩に乗ってとか、上から。あ、でもこの、頑張ったら倒せそうだけどな。うん。一旦。うわぁ。何今の挙動。一旦手を。離してみるという。チチゼリー悪いことに使ってる動画。何怖い。チチゼリーを悪いことに使って何？怖いんですけど。来たー。なんか平和そうなとこやな。平和そうと思った。あ、犬か。なんだ犬か。ひな？巨座？
すごい綺麗なとこだね。ほらしよう。綺麗。ほこらするか。いや、いいか。ほこら、体力いっぱいあるから。で、あー、ここだ、ここだ。なんかいる。わー、ここだ。ゼルダ姫が取った場所。ブレスオブザワイルド。わ、イチャイチャシーン。何してんの。お、おら。やはり反応しない。反応しないんだ。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設。それは間違いないけれど。ゼルダ一人の時か。肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることか。ゼルダじゃダメなんだ。俺が来たよっつって。あ、なんか怒ってる。なんで？怒ってない。今日は付き添わなくて良いと伝えたはずです。お揃いの服だし。当の私が護衛など必要ないと言っているのです。気強そう。ゼルダってこんな気強系なんだ。父にそう伝えてください。パンツスタイルだしな。かわいい。ついてこないでください。かわいいんだけど。かわ、デコだしかわ。まつげのご、ピンク。かわー。キーツームがいいのか。それもまた一興。なんかいるー。お前強い？なんか弱そう。え？え？強いか？ほら、待って、よいしょ。あ、強いな。あー、何使おうかな。リザルコスでも使おうかな。パシュ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 。おりゃ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 。はい、ナイスー。まあまあ強いな。武器がいいのか。あいつは茶色やけど、武器がええんだ。お、盾助かる。盾不足なんです。お前盾持ってない？うい。ちゃんちゃかちゃん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 。三つ股リザルは強いんだぞ。え、よ、もろ。三つ股リザル壊れちゃった一個。壊れてないか。壊れたか。壊れたか。三つ股リザルそんなすぐ壊れる？ねえ。ねえ、みんな。ねえ、そんな。ねえ、もろいね。うわぁ、なんか毒系ない？あれを登っていくのか。ほらは。なんか遺跡がある。意味深ですね。あいつ倒してぇな。あの遺跡、回避に使えそうだね。あ、宝箱があるんだ、っていうか。
い。じゃあってことは、どこ行った？なんか石あるけど、意味深な。なんかやな。なんか強いのかな。偏差が大変やな。偏差が。これで。お？当たんねえんだけど。おーい。回ってるっぽい、でも。違うの、なんか。当たらんな。弓地区にしてはみたいなね。ボムもな。ですね。ねえ、矢使わないと聞いてない、臭い。ねえ、恥かいてるよね。これなんですか？なあ、難しいな。地面が、ほら。あ、地面が赤いのは自分の炎だった。なんか無理っぽいなー。ビームあとめっちゃ速いね。大変そうだ。上行くか、こっから。なんか赤いね、ヨットが。わっし、わっし、わっし。いたね。わあ、飛行船。え、鳥やん、あれは。光線と思ってたら鳥だった。まあ、こういうオープンワールドって諦めもまあまあ大事。なんか赤いね、自分が。わあ、鳥だー。あ、もしかしてだけどさ、もしかしてだけど、
薪さえあれば。薪どこ行った？わーい！いいやん、ロッド！ロッドいいやん！マッチだこりゃ。これマッチだったんだ。でですよー。今ちょっと待って、いきまーす。ウィーン、ショートカッツ。なんか毒々しいなー。鳥も近いけど一旦どうかな。塔からジャンプした方がいけそうだしな。なんなら。登れんのかこれ。さすがに似てるか。よし。はい。はい。おい。おい。おい。ん？何の音？ん？何の音？このどこ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 。黒いやつの音なんだ。こうやって取れないんか？あ、この塔ダメそうだな。うえぇ、こんな音がする。ドクドクあるっすね。ドクドクあるから。でも風が吹いてる。え、てか、あそこでね？あっちで？あ。あ。あ。え？あ！え？バレるんかい？いけるんかい？見つけちゃったわね。スタミナを上げたアービアの前には余裕なのだよ。親切にね、倒れてくれた。優しいね。ほい。はい、ナースー。ラリ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 ー。あ、マップが広がる。ドクロの池もあるといいな。あるかな。うん。ごまだれ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 。ごまだれ。あ、こっちか。おお。ドクロではなさそう。こっちじゃないんか、じゃあ。あ、寒いみたい。なんかちょっと寒いみたい。うわ、持て余してたんだよな、ポッカや。ポッカジュース。おー、なんだ、あ、あーあー、あれはあれはあれじゃん。あ
あの意味深な山。なんだあの意味深な岩。で、飛行船は？あれ？飛行船どこ行った？あれ、飛行船また見失ったな。あれ？え？あれ？さっき飛んでたもんね。あー、いた！わー！わー！あれ、どうやって行くの？無理か。どうやって行くの？無理じゃね？なんか、リト族の村みたいなないのかな？ねえ、どう入るの、それ？まあ、一旦、ちょっと、あそこやな。下かな？もしかしたら。こんな橋があると見せかけて、この下に住んでるパターンね。ハンマーなんでないんだろうな。お。宝石。わーい。夜光石か。わい。ん？通じそう。ベチャベチャベチャ。妖精いないのか。すげえ、剣草めっちゃある。ということは？攻撃力を上げてくれるとかの大妖精さんなんでは？怖っ。私の話を聞いておくれ、いいよ。大妖精シーザー。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって力を失ってしまったばかりにこのありさまさ。だからお願いだよ。少しばかりのルピーを恵んでおくれ。500！ ちょっと高くなってますね。うわっ！出てきた。いいでしょ！いいでしょ！結構高いじゃねえか。うん、力がみなぎってくる。くっさー。くっさ。くっさい。くっさ。うわー、またなんかちょっと変わった感じの。またちょっと一風変わった感じの。ピンク似合うね。ピンク似合うね。私のタイプ。入れておきます。入れてきます。あっはっ、黒ギャル。あっ、黒ギャル。黒い、いや、もうちょっと指の位置。あっ、強くしてあげるなんて。お姉さんにありがとう。だいぶ強くできるらしいぞ。お、すげえ！あ、結構強くできるじゃん。これは？プロドラのかけらがいるんだね。マジか。何が上がるんだ？うわー、一番強化したいのこれなのになー。プロドラの角かけらってなんだろう。まあ、当分、頭は、プロドラから。おゆうちゃん。うわぁ、うわぁ、すっごい。ナイスー、ぬくもり。あ、ドラゴンなのか。足は、足はこれか。あげ、うわー、ちょっと
くの反応なに？あ、なんか強化できるならしちゃうか。はい、もういいです。忍びシリーズ結構いいんだよね。なんか忍びのまま戦っちゃう時とかよくあるから。あーすっごい、あーすっごい、わーちょっとちょっとなんかちょっとなんかちょっとなんかな。忍びセットいいよな。これはいいかな。泳ぐ時しか使わないし。またねー。フロドラかー。フロドラ。あ、おぐせ、はいはい。フロドラねー。なるほどねー。あ、おお。うん、すご。同じにの。あ、こっちの。ん？英傑の服、いや英傑の服強くしたいなー。ねえ。英傑の服強くしたいっすねー。どこ行くの？飛び散ってる。地図は見ます。まあ、一旦塔戻るわ。フロドラなんてどこにいるんだろう。フロドラ？寒いとこか。寒いとこの、なんか強いとこかな。寒いとこの強いとこかな。風呂？風呂？バス？バスなの？あ、そうだ、この橋の下が気になるんだって。待って、ここも裏があって、あ、そう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 、ここの意外とこの下里があると見ました。ないか、この下。ここここ。なんもないか。なん。なん。なーん、なんかありそうだね。そうだね。うわー、これ早いのか遅いのか分かんないな。向かい風ですか。風の谷ではある。ここが一番安全だと思ったんだけどな。ありがちね、こういうとこ。待って、ちょっと。いや、わ、犬が突如。犬めっちゃいる。犬がめっちゃいる。よし、よし。ひんやりハーブ。おぉ。なんもないの、ここ。ありそうだけどな。ほら、なんか、洞窟みたいなのがあるよ。ただ、スタミナが、スタミナもっと欲しい。ほこら？さては、おめえ、ほこらだな。さては、さては、あれ違う。あ、
ファユン。ファンファン。ほこらかーい。これだったわ、みんな。ドゥンバタ。ドゥンバタ。全然ほこらでした。行ったね。行くか、でも、ほら。ほら、もうやんないとね。ドゥンバター？バターってなんであんないい匂いするんだよね、焦がしたとき。ほな、みんな、行ってきますよ。謎解き？あ、謎解きだー！うわー！ドゥンバター。ドゥンバター、焦がしバター。醤油焼き。ゴール、ここね。これでー。何ですか？ビタやん、こんなん。え？ばよ。わかった。こっちじゃない？あ、こっちもビタあるんだ。これはなんだ？逆に。あ、押したいのか、これを。あー、なるほど。うわー、悩ましいな。うわー、ちょっと考えさせて。これ他の使うのか。マグネキャッチチェック。マグネキャッチは使えない。なるほど。はい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 。え？え？どっか行ったけど今。え？あ、止まってもうた。なんかやってたらいけそうな。で、たぶん裏やね。ほい。あ、ちょ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 、え、あ、え、あ、こうです。行きなさい。どーい。え、でかくない？え、これダメ？
まだまだ。おし。あ、うわー！微妙な角度。待って。待って。お。すごい。おー、もっと…チリ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 …ここや！どう？今痛くない？お、え？え？ダメなの？え？今全然押したけど、なんだあいつ、ふざけちゃうから。なんか、詰まったってしかも。え、詰まったんですけど！おいおい、詰まったわ！おいおい！おいおい、詰まったわ！またお客さん困りますよ、本当。あ？あと1ミリ？え、こっちでやってみようかな。逆に相手のなんか相手の裏側を使ってきたアマーミアだったけど、あえて正義っぽいこの滑走路を、おっ、いけたわイエーイ。え、待って、宝箱ないんすか、ここ。あるんちゃいます？うわ、まだあった。広いタイプだ、広いタイプの祠だ。うわ、なに？これはこうでしょ、さすがに。え？お、今隙を見せたな。あれ？よっ、売り？じゃあこうか。よいしょ。じゃあこうか。あーん。あー、じゃあね。じゃあこうの。あ、なんかすっごい方向。破裂した。
てもうた。よっ。あ、届いてないな。あ、届いてない。まあいいか。まあいいか。まあいいか。なに？え、これ何？これは石ですか？石じゃない。なんだこれは。ん？玉だ。パワー。なるほど。いい感じに壁にぶつかって、あ、ちょっと足りないんだ。足りないんだ。一個ではちょっとか。からなあれや。で、うわ地獄。で、ほんで、あ、あれ押すのか。ああ、あれ押し、押す。あ、ゴルフですか。いや、武器どうしよっかな。これか。いや違うな、ライネルだな。え、全然行かないじゃん。ライネルちょっともったいないか。オーケーにしよう。全然行こう。なんで？思ったよりじゃない？今、あ、分かった。いや、分かってないわ。いや、分かった。分かった。いや、分かってないわ。分かった、分かってない。こうか。で、こっから。積み上げられたりするの。
これで行くよ。こっから。うちが。どう？どういうこと？どういうこと？どういうこと？うん、これでいけそう。まっすぐ。まっすぐ。あ、王家の剣が。あ、なんかでもだいけそうではある。あんまないよ。剣が壊れちまう。1時14か？はい。OK。OK なのに。OK の剣なのに。あ、超えた。あー。ここで行こうか。ちょっと向きがさ、よくないよね。あ、向きがなー。オーケーの毛壊れました。オーケーなのまっすぐまっすぐ。あ、だいぶまっすぐなんじゃないですかこれ。まだ？あ、まだか。もうちょうか。やっぱまっすぐが大事。この位置と、はいはいはい、こうね、まっすぐ、アークみたいに、まっすぐ。あ、あ、揺れるなって。まっすぐ向かう。これが大事。大きいの、めっちゃ壊れる。もうないよと。はやぶさの弓。え、またはやぶさの弓？また弓？これいらないか。あーす。わーい。これいらんね。よしよし。まあ、こんな感じ。ちょっと。え、なにこれ？あ、倒すの？マグネ、お、ダメなんだ。うわ、なんかむずくね？どういうこと？あ、ロット拾うか、確かに。お、終始マイナスです。割に合わないでしょ、このほこらさん。ハンマーも置いてくれないと。やっぱちょっと割には合わないですよこれさ。これを倒せば、え、倒せるんか。これって倒すのか。さっきみたいにやれってことだよな。まあいいでしょう。まっすぐね。まあ、こう置いたしでいいんじゃないか。ちょっとあれなのね。
ばい。え、全然倒れないじゃん。え、全然倒れないじゃん、あいつ。こいつ今当てたのに。ねえ、ほっとよ。覚えてないな。ないもんな。登れないかな。登れない。うわ、どうしよっかな。倒れな。あ？海でやってみようか。一回。いいこと思いついた。いいこと思いついた。ひらめいた。あ、今めっちゃ天才だと思ったのに。しょうがない、もう一回やるか。ちょっと上目にさ、やんなきゃいけないんじゃない？自分も飛びたくね？え、待って、あ、それはタオパイパイか。体験の方がいいのかな。火で叩いてみるか。どん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 。うわー、無理やー。あっ、あっ、いけたー。あー、いけた、よかったー、よかったー。ナイス。むずかったの、ここ。お、むずかったです。ちょっとハンマー1個持っておくべきではある。あー、難しかった。乗るとこだったよ、殴った樽に。殴った樽に乗って飛んでいくとこだった。危ねー。
なんか王家の剣とかいろいろ失いましたけど、いいんですか、そんなことして。王家ですよ、王家。タンタタララリーン。ほんでなんだっけ。あーんで、こんばんは、こんばんは。あ、そういえば明日はね、コラボです。麻雀の、明日は麻雀のコラボがあります。ねねるちゃんと渋川さんとモコかな、ちょっと変わったコラボがあるので要チェック。なんか縛り麻雀みたいな感じらしい。顔合わせは金曜日になりそう。そう、交流会みたい。そう、なんか各チーム一人ずつ呼ばれたみたい。初めてじゃないよ。なんかガーティックフォンやったことあって、その時にね、渋田屋って言うてね、渋川さんめちゃ絵が下手でね、あやは具合悪くなった。思い出した？思い出した？オフじゃない、オフじゃない。なんかひなたんとかもいたかな。なんかね、麻雀プロめっちゃいるよ。このプロ集めてあえてガーティックフォンやるみたいな謎のコラボがあってね。めっちゃいろん、うん、あと誰だっけ、忘れたけど、タカちゃんもいたかな。ね、なんなんこの下道、犬しかおらん。犬、燃えろ。わ、焼けたー、犬焼けたー。あ、水原さん、なんか可愛い女の人ももう一人いたんだよな。なんか古代文明あるって。ごめんね。なぜあのメンツでガーティックフォンしたのか、まだ謎に包まれてる。あ、そうそう、翔ちゃんなのにめっちゃ翔ちゃん書いてる。そう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 。なんかあるよ。あそこですか？てか、里の位置あるんだっけ？俺に、ありそう。目的地を設定。あ、これか？もしかしてだが、これじゃね？じゃあ全然遠回りっていうか何も関係ないとこぶらついてだけなんだが。なんかいる。あれ、左にもある。あ、ここも。あれ、ここだ。ん、入りとどこ、ここか。え、なんか来た、怖い。怖いよバカめ、お前はもう死んでる、お前はもう死んでる。おい、どうだバカめ。お前はもう死んでる。ほらほら、
全然死なん。意外と死ななかったな。あ、待って、これうまっ、乗れんだっけ。そうだ、奪ったのも、うまっ。あ、なんでなんで。まずまず、いいじゃん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 。どう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 。いいよ、いいよ、いいよ。わーい、久々。お尻がキュートですね。馬で引くと。ないよー。なあなあなあ。何があるんだろう、ここ。ここなんだ。で、チャース。ん？なんだ？ん？なんもねえな。忘れられた神殿。忘れられちまったのか？言うて意味深ね。向こう側には行けなさそう。入れるか。なんだこれ、死んでる。入れるのか。まだ上か。おお、お、ああ、さすがに天井裏は無理か。あ、こっから行ける。はっ、ふっ、ほっ、はっ、ほっ、ほっ、よっ。うわ。あ、こんにちはーっつって。感じ。これ注目できてる？あ、ちょっと早いか。一回死んでもいいな。OK。私が守る。ありがとう。命がもったいない。でも遠いんよね。
命がもったいない、もったいないよ。ちょっと強いか。でもあれ取り行きたいな。悔しい。ここは必ず借りは返す。よし。で、ここの塔が欲しい。あ、違う、ここにあるんだ。ほな、行こうか。あのドクロのマークはいつか必ず借りは返すマークだから。くそ、うま、あれ敵の。くぅ、あれか、ちげえの、あれか。おいもおい、村やってあれ、村やん、あれやん、村。なんか危なそうな橋ない？3つ。うわぁ、危なそう、なんか危なそう。うわぁ、向こうに、向こうに石をあの穴に入れろみたいな。お、モニュメントある。あ、折りたてじゃない？風で違うか。ちょっとむしゃくしゃしたんで、このいる。あ、ダッシュ切りちょっと早いな。学んだ。焼きどんぐり。焼かれてしまった。宝箱とかないんだね。なんだこれ。祠が近い。こっちか。ん？あそこか。走って切るとあんまり遅く感じなかったな今。攻撃後にジャンプするとモーションキャンセル。あ、違う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 。あ、へえ。面白いなぁ。わかんない。ダッシュギル早くない？
おいしょ。さーてと、なんだあの旗。お、あ、宿屋、馬屋だ、馬屋だ、馬屋があるよ。こんな近くに馬屋がある。プロがよくやるプロゲーマーってことか。馬屋、うわ、なんか木が、リトの馬屋。リトは結構潤沢ですね。あらあらあら、カッシーワさんじゃない。瞬間移動しました。村には妻や子供たちも残していまして、みんな元気にしていいだろうか。ですが師匠との約束を果たすまで私は帰る気には行かないのです。今まだお話できません。あ、また歌があるって。え、また折りたてのやつじゃん、さっきあったぞ。え、違う、なんだ。太古より栄えし王国入れ、その歴史はあるものと戦い歴史でもありました。災いをもたらし幾度滅びても蘇るもの、その名はガノンという鎖です。しかしハイラルには王国を守る宿命を持って生まれ入れる者たちがおりました。勇者の魂を持つ剣士と女神の血を引く聖なる姫、いつの時代にもガノンと戦うべく姿を現した者たちです。あれ見たね、ババ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 がババババが言ってたね。ババが怪獣とガノンの方が語り継がれました。そしてこれより歌うは今から1年ほど前の厄災ガノンとの戦いの物語です。今いやいやいや、噛んだ噛んだだけ。いやいやいや、実家の実家のばあちゃんが城だ。古の民たち、その技を新たな力とすべく奮励する厄災ガノンに立ち向かし、勇者と姫に助力せんがために。これ見たぞ、見たくね、これ。タラーラー、ヤマナの姿、ああそうそうそう、これね、ゾウさんがやったね。ね、見たよね、これ。真珠を操るものとして選ばれやる。あ、これいた。あれ、あいつも、あのトカゲみたいなやつ、もしかして真珠。あれ、あれって真珠なのか、大きいやつ。ヒドラン、でもヒードランみたいなやついたって。あんまり意識してなかったけど。わわ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 わ。これ、あれなんだね。リスキルね。リスキルしちゃったんだよね、ガノンを。ガノンをリスキルしてしまったんですよ。で、ガノンプッチンして。はぁ、リスキルマジありえん。運営に報告させていただきますって言って。ちょっと、運営からね、ちょっとズルな力をもらって、しまったんですよね。あの、リスキルは切れるよな、普通に考えて。やってることやばです。なあ、カレーライスを。辛いご飯、辛い料理、カレーライスが食べたいの。ハイラルマージュ、ブロンの更新後。あー、ないな、更新料はないですね。
ホランの方行ってないからな。うわ、カレー食べてー。うわ、カレー食べたくなった。朝にします。ねえ、まあでも姫とかのね、ためになるって。うわ、イチゴだ。イチゴ。へえ、イチゴって言うかラズベリー。撮ったらさ、写真撮ったらもぎるの忘れるんだよな。え、めっちゃ平和。なんで王子。おはよう。ギザン糸族。男は弓に、女は盾に秀でたリリトドコに住む少数民族。あなたもハーリア人ならご存知かと思いましたが。おー、あ、すごい友好的だ。嬉しい。仲良くしましょう。仲良くしましょうね。うわ、こっちじゃない、こっちじゃない。うわ、ゾーラとは、ゾーラのジジババとは一味も二味も違いますね。この、お方たちは。どっか、どっかと違う、どっかのじいさんばあさんとは違って、友好的ですね。あの、あそこのね、ちょっとまあ、娘がね、娘じゃならしょうがないよな。娘ってなると、まあ、しょうがなさはある。もしかして、あれ、止まり木？うわ、止まり木だ！あの、でっかい、でっかいやつ、止まり木や、鳥の。うわ、鳥や！鳥だー！こいつは何を起こすんだ？ゾウさんはね、雨がやばくて、やばいんで、って言ってたんだけど、鳥は別に飛んでるだけでは？なんだろう、風がすごくて、みたいな。風がすごい。鳥がずっと飛んでるから。わー、リト族。え、リト族のリトって鳥を逆さに。鳥？え？え、鳥を逆に言うとリト？あ、女神様。かわいい！お花！お花ついてる。はぁ、あ。聞いてほしそうな顔してんな。なんだ？ウェベド！群れは大変なことになってるみたいだね。お母さんがうるさい。どっか僕だけの SSR を開けるようないいとこないかな。伏線ですね。おー、あー、村だ、めっちゃ村だ。お、ベッド。うわ、めっちゃ良さそう、ここのベッド。だる？おー、まいどー。空の化け物。あの化け物。あ、はあ、軽いな。陽キャチックだね。あ、あの化け物？怒っちゃった。ああ、あの化け物ね。はいはい。みたいな感じで言うじゃんね。ぽかぽかだけ。あ、やだ。では、いただきます。タック。かいけど、まあ、やか。お金ならある。バター、ひびさと、早わね。買っとかないとね。なんだこれ。あっ！あっ！装備だ！あ、あったかいんだ！買います。そう。
解読。うわあ。わーい。寒さガードめっちゃいいやん。お金も、うわー、お金なくなった。お金もない。金はもうな、え、チビスケ。チビスケいる。かわいい。パパがいてくれたらもう。スピオ。ひなか。まだ。鍋の蓋いらない。ママ。ああ。あ。やっぱな。ママの香りがしたぜ。おちびしきゃ。族長？上か？上こっから飛べんだ。うわあ。いいね、ここ。あ、ほこらだ！ほこらは登録させて。いただきます。こう、アコバータ。まあ、せっかくだし、行っとくか。まあ、どうせね、こういうとこは優しいのよ。優しい祠よ、どうせ。ちょろいちょろい。これやってないとこもいっぱいあるな。全然祠いける。よし。なんだこれー。あ、風ー。はいはい、祠アクバーター、扇風機、ギャルが風車、そのままギャルが使う、ギャルが授業中に使う、なんかある。ギャルが授業中に使う扇風機の形しとるわ。ん？なんだね、ここは。ん？おお、こんにちは。わーい。うまうま。うわわわわ。うわー。うまーい。うわ、なんだこれ。弱い。待って、弱くないか。待って、もう一回見せて。リト族の兵士が使う槍、空を羽ばたきながら使うことができるように。へえ。空を羽ばたきながら使うことができるとな。一旦いただいとこう。見た目いい、確かに見た目いい。何すんだ？でも。わあ、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 わあ。音。落とすな。お、すごい、逆さになるんだ。へえ。面白い。うわぁ、結局。わーい。なんだろう。うわ、コアだ。あ、なんかそういえばさ、なんか強化できるよね。ロリのとこで。で、なるほど。あー、仕組みは
分かったかこれ。いいのかな？上から見るか。あ、そうでもないのかな。そうでもない。こういう地方で、で。あ、ちょっと足りないか？これが。ちょっと足りんくね？真ん中が。あー、そっかそっか、待って。だから。この列が、ないから、ああ、はいはい、ここの列がないから絶対こっち向かなきゃダメなんだよね。で、ここを。回すから、で、こうで、もう一丁で最後か。エリアン、わーい。ありがとう。もう3つ溜まった。あと1個で増やせるね。え、何増やせ、やっぱスタミナかな。スタミナ最強説。いや、どうなんだろう。簡単めだったん。え、なんか、沼ったら沼りそうだけど。スタミナ無限に欲しい。もうだって走るのにいるじゃんね、まず。こんな冒険しましょうね、みたいな。え、飛び降りろって？あ、びっくりした、びっくりした。兄弟は行きたいって毎日誰のお金で困ってるんです。5人姉妹なんですけど、あの真珠が荒れてか元気がなくなったり、わがままになったり。なんだ、こっから飛び降りないと一人前になれないかと思った。東大王の歌。バイベドーのバカーかわいい。チビ。チビかわいいな。村長に会って今日は、あれするか。こんにちは。え、なんか、うずくまってる人いる。あ、どうしたの？痛い。あの化け物ね。なんか、よそ者扱いされた。はい。こんにちは。水郷の旅人。あいつのせいで村中がゴタゴタしてる。何を、飛んでるわけではなさそうだ。そのままではあるんですが、 BGM よ。
こんにちは。アメド。なんで？何をしてるの？あのアメドは。なんだ？飛ぶの邪魔。かわいいこの人。なんでもないんです。なんだよ。なんだよ。撃った。かわいい。なんだ？父ちゃんと遊ぶ約束してる。飛行訓練所で鼻を上げとわーって飛べる。この旗のあるところが飛行訓練所。父ちゃん何してる人？うわー、フクロウやん。どうした？カーンさん、その腰につけたるはまさか。申し遅れました。私はリトの村の族長カーン。して、その腰につけたるはシーカーストーンではございますが違います。あーん、ごめん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 ってや。あんたのリーバル様と同じく真珠場面に乗り込む英傑の一人。英傑は全員100年前にお亡くなり。ということはシーカーストーンを受け継ぎし末裔。ああすいません、考え事。英傑の末裔様、御所でございます。このジジイの話を聞いてくださんか。ありがとうございます。あなたを英傑の末裔と見込んで改めてお願いが。それは、今まさに空を回遊する真珠バメドを止めていただきたいんです。真珠を止めるには選ばれし英傑が奴を内部から制御するしかない。村の者にこう説明したところ、気の流行った若者、テバとハーツがメドの手術に来ました。ハーツが浮上。あ、さっきの人だ。メドの攻撃を免れたテバは怒りに任せてたった一人でメドを担当しております。テバを探し出したのに、真珠はメドを止めてくださらんか。テバって多分あの子のパパっぽいなぁ。うわぁ。鳥のお化け怖いよ。族長様。怖くないよ。かわいい。かわいい。待って、リト族かわよ。ってことで今日はこの辺にしておきましょうかね。リト族かわよ。いいね、鳥さん。いやでもゾーラもなかなか良かったからな。いいじゃん。何かわいい。いい声が出なくなっちゃった。あ、そっか、女の子は歌が上手で、みたいな。次はメドだ。わー、ありがとうございました。楽しかった。で、明日、何時かって。9時から。9時から麻雀のコラボがあるので、よかったら見に来てください。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドでした。ありがとう。スブチとありがとうございます。キャありがとう。ジラチームありがとう。メンバー入ってくださった方、これから入ろうかなと思ってる方、ありがとうございます。よろしくー。はな、今日はありがとうございました。まみやココナでした。バイバーイ。お疲れー。サンタラありがとう。オトピありがとう。おつみゃーん。お疲れさん、まみやーん。悪かった。言うてなんかでも、あ、でも無事来れたからいいか。来れてなかったら本当にマジで散歩しただけだったんだけど。ゆうでありがとう。いや、よかったよかった。これで間に合いそうだな。ダウンロードコンテンツ。間に合いそうだな。わがままありがとう。